まあ、10分くらい。あ、ちょっと。あ、はい。はい。あ、まあ、そうですね。はい。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。瀬野健です。今日は、まあ、このような場が開けて、とても光栄に思っています。まあ、ちょっと、まあ、通知解析とかをちょっと、まあ、僕も少し、まあ、今はやってないんですけど、まあ、2年前とか、まあ、前に来たんで、まあ、それについて試験があるんで、まあ、ちょっと簡単にそれを、まあ、なんか紹介できたらいいかなと思っています。はい。で、まず、まあ、内容は自己紹介と、まあ、自分が持っている課題と、あと、まあ、他分野との連携というのも、ちょっと、まあ、もし興味深いかなと思ったんで、まあ、ちょっとそれを、まあ、まとまりもなくここに書いてみました。はい。まず自己紹介なんですけども、あ、まあ、自己紹介、まあ、瀬野健と言います。まあ、今月で29歳ですね。で、まあ、大学院の卒業してから、まあ、今は3社目、4月に建築して、まあ、3社目というような、そういうところです。で、僕が、まあ、なんていうか、自分が生きる、なんていうか、モチベーションみたいなところが、この2つ、まあ、ライフワークとしているところで、大気環境、まあ、もっと言えば地球温暖化に関する通知解析のソフトを開発するっていうところ、まあ、あともう1個、HMA のエディターを開発するっていう、まあ、この2つを自分の中で問題意識を持ってまして、でこれを解決するために、数値解析が C++ だったり、Q だったり、まあ、そういうところができるような進路を選んでいるというような、まあ、そういう状況です。はい、で具体的には、まあ、数値解析の仕事をして、まあ、空いた時間に C++ だったりとか、C++ の仕事をして、まあ、余暇で数値解析をするとか、まあ、あとはリタイアして、まあ、教職を得て、数値解析と C++ をやるみたいな、まあ、そういうプランを持っていて、今はこのプランですね。C++の仕事をして、まあ、数値解析を空いた時間でできればいいかなと思っています。はい。で、ここから略歴なんですけども、まあ、学部では、まあ、僕は環境工学っていうのを、まあ、学んできた、まあ、そういう人でして、で、大学院では、まあ、まあ、流体というか、まあ、有限要素法という、まあ、数値解析の手法の勉強をしていました、という感じですね。で、大学院は、まあ、僕、環境問題というか、地球温暖化の問題っていうのが、まあ、今世紀最大の人類の、まあ、問題かなと思ってまして、まあ、これをやるのがいいかなというふうにちょっと思ってますので、まあ、そういうことができる大学院に入って、大気環境ですね。まあ、大気汚染とか、まあ、地球温暖化とか、そういったところの、シミュレーションに関するような数研究をしていました。その後、まあ、建設コンサルタントですね。まあ、数値解析をちょっとプラン A ですけど、数値解析をもうちょっとやってみたいなと思って、まあ、建設コンサルタント会社に行って、まあ、そこ2年で数値解析のエンジニアをやってました。で、ちょっとそこを数値解析を仕事でやっていくのはちょっとあれかなと思ったんで、今、C++ の仕事ができそうな会社に、まあ、転職して、で、今も、まあ、そこをちょっと押してくれ、ちょっとイマイチだったんで、まあ、転職して今にいるというような、まあ、そういう状況です。はい。で、CAE に関する活動なんですけども、まあ、ここ2年はちょっと、まあ、転職して数値解析、まあ、ほぼ何もやってない状況なんです。まあ、2年前の建設コンサルタント会社に行った時は結構、まあ、興味があって、いろいろ調べたりしてまして、まあ、で、OpenCAE っていう、まあ、集まりがあって、そこの勉強会とかで結構、まあ、参加して、発表したりとか、話聞きに行ったりとかしてました。で、まあ、そうですね、まあ、例えば VTK っていうファイルの形式にやってみたりとか、あとは、まあ、僕が大学に出た気象予報モデルのワークというもの、まあ、これを使った、まあ、紹介みたいなとか、あとは CAD のデータの DXF に関する、まあ、ライブラリーを使っての紹介とか、あとはオープンフォームという、まあ、数値流体解析のソフトが、まあ、どれが、どういうソルバがあって、どういうのが人気なのかなっていうのをやってるとか、まあ、そういうことをやってました。で、まあ、仕事とかが変わって、まあ、ここ2年は CA とは、無縁の生活をしています。はい。で、これが、まあ、さっきほど述べた、まあ、発表ですね。まあ、これが Python の PyVTK っていうライブラリで VTK ファイルを作って、まあ、パラビューで 3D 可視化したっていう感じですね。で、これが、処理法モデルのワークを使って、まあ、これはチュートリアルみたいな感じで、まあ、インストールやって、実行して、それを可視化したみたいな。で、これは DX ですね。まあ、これオープンフォームの。まあ、こんなことをちょっとやってましたよっていうふうな、そういう形ですね。で、ここからが、まあ、今回の情報交換会のまあメインとなるような、まあ、そういう CA に関する課題ですね。まあ、そうですね。まあ、データの形式っていうのも結構、まあ、この辺ですね。まあ、結構、僕の発表もこの VTK とか DXA とか、まあ、この
ここ、まあ、タイトルは分かんないですけど、まあ、中でネット CDF とかっていう、まあ、データの形式とか結構自分の中で興味の関心がある分野かなと思ってまして、というのもいろいろデータ形式あるんですよね、CAE の計算するにあたっても、まあ、CSV も使ったりしますし XML も使えますし、で結構、地球環境であったりとかネット CDF とか HDL この辺のバイナリー形式のデータを使うことがあります。で他にもその、まあ、より CAE、まあ、ものづくり的なところだとこの STL って言ったり、キャドデータ、あとウェーブフロントとか、こういう企画営業のデータ形式を使うというところも結構あったりします。で、これと、まあ、ちょっと CAE ともまた離れて、まあ、どれかと地球環境のようなところで、まあ、GIS のデータ形式ですね。GOJS だったり、シェイプファイルだったり、GML、KML、こういったデータ形式を使う。また、データの計算結果の可視化のところでも VTK であったり、あるいはそのアニメーションとか 3DCG の分野では、この VFX とか、まあ、3DS とか、まあ、この辺は商用のバイナリーのデータですけど、まあ、こういったところを使って、まあ、他にももっと範囲、もっと言えば、データベース、SQL とか、まあ、SQL、PostgreSQL、まあ、こういったことも一応データとして、まあ、使えるのかなというふうにルールはあるんですね。いろいろな、まあ、ソフトを使う上で。ただ、まあ、一つ問題なのが、この入出力のデータ形式はそれぞれバラバラで、まあ、入力にはその CSV を使うけど、出力結果は独自のバイナリーとか、で、計算結果を可視化するには VTK にしないといけないとか、いろいろこう、データ形式をバラバラでこう、再利用しにくくて、連携の障害要素になってるなっていうのはちょっと、まあ、自分の中で問題意識が持ってました。で、CAE に求めるデータ形式としては、どういったものが僕は、この中で選んでいくのがいいかなというふうに思ってまして、まあ、大きく、まあ、4年ほど、まあ、CAE で採用するにあたっては、まあ、あるかなと思います。で、まあ、一つが、まあ、並列対応かなと。まあ、CAE っていうのは、こう、数値計算をするっていうところで、まあ、結構、アーカイブデータがでかくて、で、時間というか、処理というか、結構大事なところかなと思ってまして、でそういったところでも並列 IO ができるっていうのが、一つ CAE、まあ、得意なところかと思うんですけど、まあ、大事なところかなと思ってます。で、あとは圧縮率ですね。まあ、計算結果は、まあ、巨大になっていくんで、まあ、そもそも計算したデータをその、どっかに移動させるっていうのも、そもそもそれも、それすら難しいっていうこともあるますし、計算結果を使ってその後データ処理とか解析とかしていくわけでして、それがでかいと、その、そこの、後処理のところでも効率も結構影響出てくるんで、できるだけその圧縮率は高くて、扱いやすい方がいい。あと、汎用性ですね。まあ、ある、例えばなんかその、プロダクト作っているようなところだともう、その、まあ、メートル で考えればいいかと、メートルすらだけ考えればいいかと思うんですけども、例えばそれをなんて、地理情報と重ねたりしたい場合には、もう、そういうメタデータ的なものも、まあ、いつ計算したのかとか、そういった情報もまあ、結構含めたい、あると便利。なかったら、まあ、別のファイル用意しないといけなくて、そしたら、そのメタデータはどうやって、他のところに適用するのかっていう、またそこで、データがまた増えて、扱いにくくなるというところですね。でそういうところで、汎用性が必要かなと。あとは実績ですね。まあ、まあ、計算の精度とか、まあ、それを実際にプロダクトに導入してくるわけで、安定していて、まあ、実績もあって、そういったところが結構大事かなと考えました。はい。で、こういう、この4点の指摘に絞ってデータ形式がですね、この辺のデータ形式を絞ると、まあ、出てくるのが、かなり絞られるというか、まあ、そもそも並列 IO に対応しているデータ形式というのは、もうほとんど限られてくるわけですね。で、僕が知っている限りだと VTK と NetCDF、HDF、まあ、この3つしか僕は知らない。まあ、データベースも、まあ、もしかしたらいけるかもしれないけど、まあ、うん、まあちょっと僕は見つから知らないっていうところで。で、VTK はもう可視化のソフトで、これはもう本当に可視化だけのための、なんていうか、形式というかところがあって、例えばなんかそれにテキストの情報を入れたりとか、まあ地理情報を埋め込んだりとかっていうのは不可能なわけでして、で、これを考えると、ね、汎用ので並列 IO が可能っていうところでもうネット CDF か CHDF か、まあ CAE の分野ではまあ使うのが、まあ汎用的なんじゃないかなっていうふうにはちょっとまあ思いましたですね。ただまあ、まあ、これはちょっと割り切ってしまって、例えばもう一個、データ、交換用のデータ形式を一つ、間に挟んだ、例えばデータベースとして、SQL を使ってみたりとか、で、これを用意して、そこから例えば CG の形式でやったりとか、まあ、処理用のデータ形式を別に、まあ、そこもあり切っても、そういうふうにするっていう、それも一つあり、方向性としてはありかなというふうな感じですね。例えばネット CDF 一つで、まあ、全部、入力から出力まで全部、まあ、処理まで全部やるっていう。方向性もあるんですけれども、間に1個、まあ、データベース的なものを挟んでやるっていうのが1つの方向性として、まあ、あるかなと。まあ、イメージとしてはこういう感じですね。まあ、インプットとしては、STL とか使って、で、その場のアウトプットとしては、まあ、並列 IO に対応しているネット CDF、HDF、VTK、この辺を使う。で、この辺のその場の計算結果を使ったら、その、一旦データベースに、より汎用的なデータベースに一回取り込んでしまう。で、そこからさらにその、後処理ですね、可視化にするなり、まあ、
統計解析ディールなり、CG とか GIS なんかそれとかぶせる、まあ、そういうふうな使い方、まあ、ここからどんどん一回、まあ、まあ、それ場のパフォーマンス的に結構大事なところは、その一回並列対応に対応している形式をかまして、で、その計算結果は一旦、まあ、またここで変換が必要なんていうのをデータとして挟んで、で、そこからまあ、いろんなところに多目的な利用をするっていうのを一つ、まあ、やり方としてありかなっていうふうなちょっと思いました。で、まあ、よりこういう大規模並列計算結果とかのなんかうまく検討している資料として、まあ、一応、まあ、理研もなんかそういう、なんか考えて、まあ、資料公開してました。はい。あと、まあ、計算結果、計算したはいいけど、まあ、結局、まあ、なんか可視化して、まあ、見えるようにしないといけないところで、いろいろで可視化のソフトもあって、で、まあ、いろいろこの辺が、まあ、主要かなって僕が思っているところは、まあ、パラビューが結構、この CA の件はよく使われているかなと思ってますね。あとは、まあ、IDV っていうのは、これ、ネット CDF についているのが、まあ、結構僕のお気に入りのソフトでして、あとは GIS のソフト。で、あと、計算結果は 3DCG に重ねたりとかっていうのはブレンダーですね。あとは、ソフトに特化した、まあ、グニープロット、GMT グラスとか、あとはもう自分のプログラミング変更なのか、API を使って自分で可視化するとか、まあ、これが一番汎用的なのかなっていう感じもしますけど、まあ、パッとなんか、やったりとかしたいっていうのはやっぱりこういう専用の可視化のソフトを使うのがまあいいかなっていう感じがしますね。まあもちろんあとは表計算ソフトもまあまあ統計解析した後のまあところとかでもまあ使うのもまあありかなと思いますね。で、可視化ソフト自体もその対応してデータ形式はバラバラというところで、うん、だからこの例えばネット CDF とか HDF、VTK をなんていうかって一本で行こうと思うとそのソフトが対応してないんで結構結局まあなんかそれが難しくなるというかなるんで、やっぱりこういうなんかデータベースを一回間に挟んでそれぞれなんかそこからうまく変換それぞれに合ったやり方で変換するっていう方法がまあなんていうか使いやすいのかなっていう気がしますね。データは結局バラバラになってしまうんですけど、はい、まあまあ僕的にはこのネット CDF とか HDF でまあこれ一本でいくっていうのも、まあ、僕はスッキリして、いいかなっていうふうに気がしてるんですけど、はい。まあ、現状の可視化ソフトが結構いろいろ、まあ、データフォーマットが余計の整理、余計があるので、まあ、なかなか難しいかなと思いました。で、あと、まあ、CA に関するところなんですけど、まあ、モチベーションが大事っていうののところが結構ありまして、まあ、まあ、僕が CA に結構離れた分、結構そういうのがあって、まあ、なかなかこう、まあ、楽しんでるとか、まあ、仕事としてやるにはもうお金とつなげるとか、技術探求とか、まあ、そういったところをうまくつなげていくっていうのが一つ大事かなと思ってまして、まあ、僕、まあ、一社目がその建設コンサルタントで、結構、まあ、下請け的なところですね。ところで、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分たちで、というか、まあ、お客さんのためにやるっていうところが結構強くて、まあ、お客さんの都合次第というところで、まあ、なかなか、なんですね、まあ、自分たちがこう自分たちのソフトで自分たちで使ってやるっていうところがなかなかまあモチベーション的にまああんまりだったので、まあ、そこが結構ネックになってまあ技術探求しにくいとか、まあ、あんまり面白くないなとかあんまり一生懸命頑張っても仕方ないかなとかっていうのは思ったりとかしてるんで、まあ、したっていうのがちょっと自分の中であったので、まあ、自分たちがうまく使う立場になって自立するのがいいかなっていうふうな、まあ、方向的整理として、まあ、自分たちで計算して自分たちで計算した結果を使った製品やサービスを提供して、まあ、それでなんかそのまあ利益とか、まあ、それでなんていうかまあ自己満足というかそれで満足したりとか、まあ、技術探求してまあ、自己実現していくみたいなところとか、そういったことができないと、まあ、CA、僕としては CA 結構きついかなっていうふうな、まあ、ちょっと思ってます。だから、こういう、まあ、ちょっと思ってますけど、まあ、だからそういうメーカーは、まあ、自分、景気部門とか、まあ、とかゲーム会社っていうのは、まあ、自分たちでそういうのを作って、まあ、それを自分たちの製品に使えて、それで自分たちの、まあ、利益とか成長につなげていけるので、まあ、そういったところが、まあ、なんていうか、まあ、メーカーとかゲーム会社は強いなというふうに思っています。はい。あともう一個コミュニティですかね。で、まあ結構 CA の分野は結構、まあ、技術が各社の利益に直結するというところで結構、まあ、お互いの技術的なところは、まあ、ガチッと固めてお客さんにしか提供しないみたいなところがあって、まあ、そこが結構なんていうか、うん、まああんまり僕は良くないなというふうに思ってまして、はい、まあ、技術戦略としてはオープンがな、まあ、オープンでいくっていうのが結構いうところで、まあ、例えばどこが使っていれば、まあ、いいものを取るっていうのが、まあ、それがいいかなと思ってます、まあ営業とかお金のところはちょっとまだ話が変わってくるんですけど、まあ、なんで国フロントフローとか国プロジェクトよりもオープンフォームがなんか結構世界的に使われているのかっていうところを考えたりすると、まあ結構技術戦略としてはオープンなのがいいのかなっていうふうな感じがしてますね。でこれをやって、まあ、これをオープンとうまくこの
なんてね、仕事としてやっていくっていうのを考えると、そのマネタイズも利益獲得可能な仕組みを構築するとそういう戦略を作るっていうのが結構大事かなというところで、まあ、この辺はもう、まあ、お偉いさんとかに一生懸命考えてほしいところなんだけど、まあ、そういった面でブロックチェーンとか GPL っていうのは、まあなんですね、うまくこうどんどん広がっていく、広がりを持たせるって、まあ、利用者が増えていくっていうか、まあ、そういった、まあ、なんか性質があるんで、まあ、いいかなという感じ で技術成長も踏まえて、まあ、他分野他社とも連携して、まあ、広くやっていくのが僕はいいんじゃないかなというふうにも思っています。はい、で、まあ、最後に出たこの他分野との連携で、まあ、ちょっとなんか思ったところを書いているのがここからです。で、まあ、例えば、まあ、資金って僕は結構数値解析っていうのは結構汎用的でどこにでも適用できるんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、こういう、まあ、数値クローズドなところがあるんで、まあ、なんか、うん、もうちょっと、うん、いまいち連携できてないかなと思ってて、まあ、もっとやったらいい、結構面白いんじゃないかなというふうに思ってますね。例えばここ近年であればさ、まあ、VR っていうのが結構、まあ、ここ何年かトレンドになってきて、まあ、VTuber っていうバーチャルの YouTuber が出てきたり、まあ、VR チャットっていう仮想の、まあ、そういう仮想世界のなんかチャット SNS みたいなのが出てきて、結構これが最近盛り上がってる。でゲームの方も、まあ、3D とか VR とか CG とかで結構盛り上がってて、ユニティとかリアルエンジンとかあとマインクラフトですね。で CAE の分野ではこのフォーラム8っていう、まあ、これも建設コンサルタント会社なんですけど、ここがこの VR とかっていうのを結構前から取り組んでいて、最近だとこう VR を専門に扱ったテレビ番組のスポンサーになったとかなんかやるなと思ってるんですけど、まあだからこう CAE と VR をバーチャルリアリティを組み合わせるっていうの、例えば CAE の計算結果をバーチャルリアリティに取り込む、カスカリアです。でバーチャルリアリティの計でやった内容を CAE にというと、まあ一つの例としては入力の GUI のインターフェース的なところ、まあそういったことができたら、まあ結構面白い、結構この辺とリンクできて、またなんか違う層にアピールできて面白いんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、で CAE と Web ですね。まあ Web ってまあ結構いろいろ広がりがあるかなと思って、まあその一つもまあ僕が思っているのが、まあ例えば CAE のソフトは結構パッケージ販売的なところがメジャーっていうのがあって、ただまあこう不思議なソフト計算機を用意したり計算環境を用意したのは結構手間だなというふうな、まあ僕も結構思ってまして、まあウェブからオンデマンドでポチポチなんかボタンを押してデータをなんか選んでそれで計算できたら何ていうか手持ちの計算機とかなくてもいいんで、まあ楽かなっていうようなまあウェブでデータだけ入力して実行して結果を確認できたら結構まあ便利で、まあ、必要な時だけ使えるんでまあいいかなっていうふうなちょっと、まあそんなことを思ったりしました。はい、であとは防災とか GIS ですね。まあ結構、うん、CA の分野って結構そういうまあメーカーとかのものづくり作っているところが多くて、あんまりその計算結果を地図とかさないとかっていうのはあんまないっていうのは、まああっても津波とか、まあそういうところかなというところで、うん、せっかく、まあGI 視点も結構数値、データもでかくてで、処理するのに結構数値解析的なところを使ってるんで、結構僕はリンクしてきて、相性いいんじゃないかなと思ってるんですが、あと、まあこれと CG とか V、バーチャルリアリティっていうのは、結構この辺りの3分野っていうのは結構すみません、高いというふうに僕は思っているし、なかなかこの辺り、電気は進んでいないっていうふうなところですね。例えば電気予報とか地下とか人口とか GJ とか、まあ、太陽の日当たりとか、まあ、この辺とか CA の計算結果をうまく組み合わせて、まあなんか連携できたら結構いいかなと、あと不動産とか結構まあ単価が高いんで、まあ、この辺と何かしら活用することができたら、まあ結構、うん、仕事としても結構いいんではないかなとか思ったりしています。はい。で、あとは、IoT ですね。まあ結構こう、まあスマートフォンでもそうですし、まあ結構いろいろ、まあいろんなものがこうネットワークにつながって家電とかもですけどね。そういったところは結構どんどん物がどんどんインターネットにつながってくるっていうところがあって、で、例えばそういう細かいデバイスを使の測定結果を受け取って即座に計算をかけて、その計算結果を即座にフィードバックするとか。とか、まあ単純に例えばこの自分のスマートフォンでなんかそういう CAE の計算できたら、それはそれで結構なんていうか、技術的にも面白いかなっていうまあ探求心的なところですね。こういう点、まあ手持ちの例えば Nintendo 3DS なんかそういう気象予報の計算できたら面白いかなとかっていうのを、まあちょっと思ったりしてるんで、まあこういうところもできたら結構面白いかなと思いました。はい。で、まあこれをすまないと、まあ自分で CAE 関係の自己紹介をして、まあデータ形式とかカスカスと検討して、まあ多分やとこういうことができたら面白いんじゃないかみたいな、そういう、まあ自分の意見を、まあ提言しましたというふうな。はい。まあこれが、私のなんですかね。情報